香です。今日はいつもの演奏にベースラインを弾くのをプラスしてかっこよくしちゃいましょうという動画となっております。例えばなんですけれども、はい、こんな感じのコード進行があったとしますね。こちらにベースラインを弾くのをプラスして、こんな感じで弾いてみます。ベースラインをプラスして弾くことによってなだらかになったと思いませんか？ちょっとベースラインの部分をドレミファソラシドで歌ってみると、ドシラソファソラシドっていう感じです。で、ちなみにこちらの譜面はキーが C で全部ダイアトニックコードです。で、キー C のスケール、ダイアトニックスケールの音を使って、ベース音を弾きました。そんな感じで、あなたの練習しているお好きな曲のそのキーのスケールの中の音を使ってベース音をプラスしてぜひ、演奏してみていただきたいなと思います。はい、ちょっと難しい話をしてしまって、あ、なんだ今の呪文みたいだなって思ってしまった方も、大丈夫です。まずは難しいことは考えずに真似してこの譜面を弾いて練習をしてみていただけたらなと思います。特に、G のコードの部分、ソーラシドの部分、ここすごい素敵ですよね。ぜひあなたの練習してる曲で G から C のコード進行があった時に、ぜひ弾いてみていただけたらなと思います。で、さっきその曲のダイアトニックスケールの音っていう話をしたんですけれども、そのスケールの音じゃない音を入れても、かっこよくなる場合があります。例えば、はい、F のコードのところで、っていう感じで入れたんですけれども、これはですね、この G のコードのこの6弦3フレットのソの音に行くためのアプローチの音っていう音になっております。なんかこの部分だけちょっとこうバーでちょっとカクテルをみたいな感じで、ちょっとおしゃれな大人な感じがしませんか？はい、そんな感じでちょっと大人な感じのアプローチの音なんかも入れてみて、ぜひぜひ弾いてみていただけたらなと思います。はい、そんな感じで、ぜひ最初はまずは真似して弾いてみてください。ではでは、今日もご視聴ありがとうございました。じゃあバイバーイ。